来週土曜日はハロウィーンです。渋谷区長は今年は自宅でオンラインで楽しむよう呼びかけました。まあ、今年のハロウィーンはぜひその渋谷の街で楽しむということではなくてですね、ご自宅で、楽しんでいただければというふうに思っております。ノー迷惑行為という思いと、まあ、自粛をお願いしたいという気持ちです。渋谷区の長谷部区長は毎年大勢の人が集まるハロウィーンについて、今年は自宅で楽しんでほしいと強調しました。お店とかですね、決められたところで予約してソーシャルディスタンスを取りながらっていうのはもう全然問題ないと思ってます。どっかのお店に入るわけでもなく活動しながらブラブラで、それがしかもまあ路上で、まあ、酒を飲んだりとかそういったことにつながるような、まあ、そういった方々は今回はとにかく自粛願いたいという。例年路上などでのトラブルが問題となっている渋谷のハロウィーン。渋谷区は去年同様、今年も自主警備や店舗へ酒の販売を自粛するよう要請し、さらに路上での飲酒は禁止するとしています。また例年設置している仮設トイレや着替えスペースなどについては設置しないとしています。一方、自宅で渋谷のハロウィーンを楽しんでもらおうと、区公認の仮想空間バーチャル渋谷で仮想コンテストやライブなどを26日から行うことも発表しました。今までと違う新しい形でハロウィンを一緒に楽しめたら嬉しいと思ってます。コロナ禍で迎える今年のハロウィーン、長谷部区長は新しい渋谷の文化を作っていきたいとしています。